はい、今回紹介する商品はこちらですね。はい、アンカーさんから発売されている、大容量モバイルバッテリーですね。まあ、iPhone と Android 対応のバッテリーなんですけども、容量がですね、2100mAh で、2ポートついてるやつですね。はい、最近ですね、私、モバイルバッテリーがちょっと調子が悪くてですね、買い替えようかななんて思ってていろいろ探したら、もう4年ぶりぐらいかな、買い替えるのは。で、もうすごい大容量のがあるんですね、今ね。で、これしばらく使ってとってもいいんで、レビューしてみることにしました。それ以前使ってたんですね、もうこういうちっちゃい、あの持ち運びに、簡単なこういうやつなんですね。で、これはチーロのやつなんですけども、まあ、ワンポートで、容量が、いくつだろう、 6000mAh、 約3分の1よりかもっと少ないやつなんですけど、まあ、軽くて小さいんでスマホの充電にはこれでいいんですけど、私だけ iPad mini ですかね、を使うことが多くてですね、それだとこれじゃ あのこっちの小さいやつだとね、ちょっとね充電しきれないんですね。うん、あとこう使ってるとやっぱりバッテリーなんでへたってきたり、あと充電速度、この辺ですよね、がちょっともう心もとないかなということで、いろいろ調べて使ってみた結果、やっぱこれがとてもいいですね。ちょっと大きいんですけどね、スマホがこの方とするとこのぐらい、はい、まあ、カバンに入れてしまえば気にならないんですけど、で重さはですね 350g だそうです。はい、でこの手の大容量 2000mAh のものに関しては2010何年だっけな、今撮影しているのはですね2017年の4月の25日なんですけども、2015年、2年前の9月の時点では、これが最軽量の話ですね。はい。まあ今だったらこれよりかかるものが出てるかもしれないんですけど、それにしてもこれはとてもいいと思います。で、お値段がですね、まあ現時点で、Amazon さんで、3799円ですね。はい。で、これ色が2種類ありまして、これがマットホワイト。それからあとブラックっていうのがあるんですね。ブラックの方が200円安くてですね、3599円になってます。はい、で私なんでこれ白にしたかというと、あのカバンの中に入れておくんですけど、なんかこう黒だとちょっと 見づらいっていうかね。なので単純に探しやすいように白にしましたね。はい、でここに、ね、充電のランプがついてますね。はい、でこれを押すとここにつくと、はい、ここにボタンがありますね。で、ここが2ポートできますね。でこれ3000、4000円しないとこんだけ大容量のが買えるんですけど、で、性能ですよね。性能っていうか、どれだけ、充電できるかっていうところなんですけども、iPhone 7とか iPhone6S に約7回。7回ですよ。で、Galaxy S6 に約5回。で、iPad mini 4に約2回の充電が可能ですね。これ1台で。なので、やっぱり iPad mini の方がやっぱり、格段と充電に対して容量を食うので、やっぱこのぐらいないと iPad をお使いの方はね、ミニを使い方は必要ですね。で、あと、MacBook 12インチ、まあ、2015年のに12インチって書いてありますけども、それで、約4時間から5時間で、充電が可能ですね。あの満帆にまでいくそうです。これ1本で。なので、割とすごいですよね。でこれ、パワー IQ ってものがついてまして、アンカー独自さんのシステムらしいんですけども、超高速充電を実現してくれます。ただ、MacBook Pro に充電する場合は、パワー IQ は非対応なので、その辺は、ご考慮ください。すいません、はい。とてもね、早いですよ、これ。普通にね、なんでしょうか、コンセントから やってるよりも、早いんじゃないかなと思うときありますね、はい。で、あとは、あと箱ですね。箱はこういう箱に入ってましたね。はい。で、中はまあ空なんですけども、これが、付属品のケースが入ってまして、この中に、まあ当然、このケーブルですね。あとこの持ち運びするケースですね。はい。で、このケーブルなんですけども、ご覧の通りマイクロ USB なんですよ。ね。なので、サンダーボルトじゃないので、iPad とか、あの辺に、iPhone とか、その辺に、充電する方は、別途ケーブルが必要になりますので、ご注意ください。はい。その辺のケーブルも、一緒に、これね、ご興味のある方、概要欄の方に商品リンク入れておきますので、別途ケーブルとかもね、その辺の付属品なんかも、まとめて、概要欄の方にリンク貼っておきますので、
ご興味のある方はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、今回ですね、アンカーさんから発売されているですね、パワーコア2100 iPhone Android 対応の、超大容量モバイルバッテリーの紹介動画でした。はい、ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。バイバイ。